どうだ、何か分かったか。ダメだ、手がかり一つ見つからねえ。そっちはどんな塩梅だ。カイロの人口だけで900万人いる。似たような建物はいくつあるのか見当もつかむ。こんな写真一枚で見つけよったって無理があるぜ。ジョータローは？この先のカフェでジョースターさんと一緒だ。ほら、来いよ。うわっ、いい加減懐けよな。ったく、何？分かった。事態はもはや一刻の猶予もなくなった。ホリーさん、昨夜から昏睡状態に入ったそうだ。なのに肝心のデュオの居所がさっぱりわからん。スピードワゴン財団の調査はどうなってんだ。以前何の情報も入ってない。わしの念写もこの館を移した後は全て失敗した。何らかの精神的な結界が張られているのかもしれん。お客人だが、待っていて解決することではない。我々にできる限りは。お客人、ああ、すまんが、この建物を探してる。どこかわからんか。外国のお客人、ここはカフェですぜ。何か注文してくださいよ。悪かった。そうだな、アイスティーを4つもらおう。やっぱりしませんや。行くぞ、聞き込みを続けよう。その建物なら知ってますよ。間違いない、あの建物。君、今知ってると言ったのか。ええ、確かに。なんだって、本当か。ラッキーだな。おい、ありがたい。頼む、教えてくれ、どこにあるんだ。ただで教えろって言うんですか。ああ、それもそうだな。悪かった。10ポンド払う。さあ、教えてくれ。私は賭け事が大好きでね。くだらないスリルに目がなくて病みつきってやつでして。ま、大方はギャンブルで生活費を稼いでいるんですが。ところであなた、賭け事はお好きですか。何を言いたいのかわからんのだが。賭けが嫌いなら嫌いとはっきり言ってください。だから、何を言いたいのかと聞いてるんだ。だからね。私とちょっとしたつまらない賭けをしませんか。あなたが勝ったらタダで教えますよ、そこの場所をね。賭け？賭けなら自信はあるが、今わしらポーカーなんかやってる時間はないんだ。もう20ポンド出すから教えてほしい。賭けなんてものは何ででもできるんですよ。例えばあそこの塀を見てください。猫が歩いてる。さあ、今からあの猫はどっちの燻製肉を先に食うか賭けませんか。右か左か、どうです。スリルあるでしょう。おい、めんどくせえ野郎だな。30ポンド受け取ってさっさと教えろ、てめえ。オルナレフ、教えてもらうのにそんな口を聞くんじゃない。オーケー、俺がかけてやるぜ。右だよ、右。グッド、楽しくなってきた。じゃあ私は左にかけましょう。おいおい、ジョータロー、こいつ怪しくないか。ああ、少しでも奴が妙な気配を見せたらすかさず攻撃しろ。分かってる。おや、猫が肉に気づきましたよ。ところで俺が負けたらおめえにいくら払うのかね。100ポンドぐらいか。金はいりません。魂なんてのはどうです。魂で好きにしろ。ふざけやがって、キザ野郎が。 OK しましたね。あなたの魂に来ますよ。犬を押さえていてください。右だ。あのニャンコ、右へ行くぞ。俺が猫なら大きい肉を選ぶ。右の方が大きく見えるぜ。ああ。見ましたね。左右と肉を取っていった私の勝ちだ。おい、どうするんじゃ。建物の場所を聞き出すのが厄介になってきたぞ。さあ、約束でしたね。払っていただきましょうか。え、払う、何を。魂ですよ。あなたかけましたよ、さっき。確かに魂。私は魂を奪うスタンド使い。
賭けは人の魂を出やすくする。そこを奪い取るのが私の能力。うわぁ！何？ポルナルフ！おっと、もう遅い。私を攻撃するなよ。私が死ねばポルナルフの魂も死ぬ。ポルナルフ！脈がない。死んでる。私の名はダービー、ダニエル・J・ダービー。ちなみにこいつは私の猫さ。これがポルナレフの魂だ。早くも一人ビオ様の邪魔者を消してやったことになる。間抜けな奴だったらな。貴様！ふざけるな！賭けだと？その猫はお前の猫じゃねえか！イカ様のくせに！イカ様？いいですか？イカ様を見抜けないのはその人間の負けなのです。私はね、賭けとは人間関係と同じ騙し合いの関係と考えています。泣いた人間の敗北なのです。その手で私を殺すのですか？いいでしょう、ごめんなさい。この魂も死んでいいのならね。いいか、貴様はこのまま無事に帰ることはできない。1984年の9月22日夜11時15分、あなたは何をしていたか覚えていますか？何のことだ？私は覚えている。アメリカのカリフォルニアでその時刻、スティーブン・アームという男と賭けをしていて、あなたの今のセリフと同じセリフを私に言ったのです。その男がこいつです。この下がアームの父親で、隣が女房です。ポルナレフの魂を取り戻したければ続けるしかないのですよ。私との賭けをね。悪魔だ、この男。こいつ一人一人俺たちを。どうします？ビビって帰ってもいいんですよ。まあ、いっぱいやりながらよく考えてください。チョコレートはどうです？ジョーサーさん、何をするんですか？よし。表面張力というのを知ってるかね、バービー君。ダービーです。私の名はダービー。その酒の表面が盛り上がって溢れそうで溢れない力のことだろう。それがどうかしたのかね。ルールは簡単。このグラスの中に交代でコインを入れていく。酒が溢れた方が負けじゃ。おいジジイ、まさか。賭けよ、わしの魂を。グッド。バカな、やめてください。こいつはイカ様氏なんですよ。イカ様はさせん。この方法はわしが決めたんだ。ジョー太郎、やつを見張ってろ。いいでしょう。だがその前にコインとグラスを調べても構いませんかね。当然の権利だ。聞いておくことがある。君が負けたらポルナレフが元に戻るという保証は？負けたら魂は帰ります。それが私のスタンドの能力ですから。保証は私の博打打ちとしての誇りだ。このわしが貴様を信用する間抜けだと思うのか？人間というものは自分のしたことに対しリスクを払う。人の魂をいただくからには私も命がけで魂を奪い取る。だから支払う者に嘘はない。いいだろう、君からだ。ジョーサーさん、任せておけ。コインは一度に何枚入れても構いませんね。どうぞ、一回で入れるならね。5枚も？静かに。テーブルに手を触れないで。あなたの番だ。大した心臓だ。5枚同時に入れるとは。わしは1枚にしておこう。危ない危ない。ジジイ、酒の量を増してやる。俺にイカ様を見張ってるだと。この悪党め、やりやがるぜ。もうこれ以上入らんわい。バレなきゃイカ様じゃないと言ったな、こいつよ。うわぁ、心臓に悪い。こぼれるかと思ったわい。さあ、君の番だ、オービー君。ダービーだ。二度と間違えるな。私の名はダービー。オービーでもバービーでもない。すまんね。バレたかと思った。おまけにわざと人の名前を間違えて怒りを誘う。このジジイ、根っからのギャンブラーだぜ。ではダービー君、賭けを続けようか。
君の番だ。影になってやりづらい。こちらから入れさせてもらうぞ。どうぞご自由に。もっともすでに限界点じゃがね、触っただけで溢れちまうよ。もう酒の表面張力を限界だ、無理だと考えているんだろう。違うんだな、それが。まさか溢れないはずは。何が溢れないはずはなんだね。見ての通りだ。入れたぞ。次はあなたの番ですぞ、ミスター・ジョースだ。イカ様をするような妙な動きはしていない。スター・プラチナで見ていた。今やつは正々堂々とコインを入れた。間違いなく完璧だった。あと一枚でこぼれるように完璧に仕組んだのに、なぜだ、なぜなんだ。ハレアップ、ミスター・ジョースだ。酒が蒸発するまで待つ気かね。信じられん。おい、ジョースターさん。ジョースターは自らの心の中で負けを認めたのだ。だから魂が外へ出た。この賭けは私の勝ちだ。ニコだ。さてギャンブルを続けよう。君らがこの二人を見捨てて逃げ出さん限りね。貴様やめろ、アブドゥル。わからんやつだ。私を殺せば二人の魂も死ぬんだぞ。くそ。おい、何をしてる。面倒事なら店の外でやれ。やかましい。引っ込んでな。気づくのが遅かったな。うん、そのグラスに何かあるのか、ジョー太郎。溶けたチョコレートの破片がグラスの底についていた。賭けを始める前、グラスやコインを調べるときにつけたんだ。承知していたはずだろう。バレなければイカ様とは言わんのだ。どういうことだ。なぜチョコの破片がコインの入った理由なんだ。今溶けているが、さっきまでチョコは固まっていた。グラスを気づかないくらいわずかに傾けさせるためだ。このチョコが溶ければ傾いていたグラスが平らになり、脇からこぼれそうだった酒にコイン1個分ぐらいの余裕ができるってわけだ。何？しかし自分が入れるときに都合よくチョコが溶けてくれるのか。太陽の熱だ。気づかなかったぜ。自分の影で直射日光からグラスを隠していた。チョコを溶かすために席を移動したんだ。いいだろう、ダービー。トランプを取りな。ポーカーで肩をつける。ジョー太郎。面白い。ポーカーは私が最も得意とするゲームだ。おい、ポーカーだって。こいつはジョースターさんよりも上手な男なんだぞ。分かっている。暴力こそ使わない。こいつは今まで出会ったどんなスタンド使いより危険なやつだ。だがやらねえわけにもいかねえぜ。ゲームに入る前に試したいことがある。そのカードを混ぜてみな。何をしようというのかね。上から何番目でもいい。好きなところをめくってみな。見るのは自分だけだ。当ててみよう。ハートの6。カードの上から順番に言うぞ。スペードの5、ダイヤのクイーン、スペードのジャック、ハートのエース、ダイヤの7、クラブの6、クラブのキング。当たってる。カードを混ぜたのはダービーなのに、どうして。カードの並びは全部言える。俺のスタープラチナの目がカードを切る瞬間を全て見ていたからな。余興としては面白いな。だがそんなのはカードを切るとき見えないように気をつければいいだけのこと。わからんのか。これからはイカ様をするのが容易じゃなくなったってことよ。それを断っておきたくてな。グッド。新しいカードだ。チェックしたまえ。ジョーカーが1枚。ごく普通のカードだ。オーケー、ゲームを始めよう。ハートの10、クラブの7。親は私だ。そちらから見えない角度でカードを切らないとな。カットをどうぞ。ジョー太郎へ私、ジョー太郎へ私、ジョー太郎。なんだ、ジョー太郎。
指を。スタープラチナがダービーの指をへし折ったぞ。言ったはずだ。これからのイカ様は見逃さねえとな。イカ様？どこで？怪しい動きはしてなかったぞ。奴の持っているカードをよーく見てみな。その2番目からはみ出たカードは今俺に配ろうとしたカードだ。上から順番に配るように見せて、実は2枚目のカードを配ろうとした。つまり一番上のカードは奴のところへ行く銃のスリーカードができてるじゃねえか。ひどい奴だ。指を折るなんて。いや、慈悲深いぜ。指を切断しなかっただけな。グッド。イカ様とは心理的盲点をつくこと。目がいいだけではイカ様とは分からない。俺のセカンドディールを見破るとはな。どんな相手でも舐めてかかってはいけないという教訓としよう。この指はその戒めとして受け入れよう。だがな、長太郎、私はディオ様のために戦いに来たのではない。生まれついてのギャンブラーだから戦いに来たんだ。全身全霊を注いでお前に挑むとしよう。魂をそれぞれ6個のチップに分けた。ポーカーとは自分のカードが相手に負けそうだと判断したらゲームを降りてもいい賭けだ。つまり1回ごとに参加料を払うから、チップが2個では勝負にならないのだ。チップを6個取り戻して初めて魂を1つ取り戻すことになる。いいな。さて、ジョータロウ、賭けをするなら君にもチップを渡したいと思うが、まだ例の言葉を聞いてなかったな。いいだろう。俺の魂を賭けるぞ。グッド。ジョータロウ。だが、その手じゃもうカードは切れねえな。親は無関係の者にやってもらう。アブト、あそこの丘の上にいる子供に頼む。連れてきてくれ。ああ。この雪のように真っ白なチップがお前の魂の象徴だ。それを6個私が取ったとき、お前の魂はなくなる。すまねえな。頼むぜ。いいよ。参加料にポルナリフを1個。勝負だ。さて、私は2枚チェンジしよう。3枚くれ。怖い怖い。その表情、何かいい手が揃ったんじゃないのかな。ここは様子見でポルナリフを1個だけかけようか。同じく。降りなければワンゲームに最低3個必要なのか。よし、コールだ。手を見せろ、ジョータロウ。8と9の2ペア。悪いな、ジャックとクイーンの2ペア。はぁ、危ない危ない。もうちょっとで負けるところだったよ。残り3個。ネクストゲームだ。配ってくれ。ネクストゲームか。ラストゲームにならなければいいがな。1枚チェンジだ。どうした、ジョー太郎。早くカードを見てチェンジするか降りるか決断してほしいな。カードはこのままでいい。その今なんて言ったのかね。聞き違いかな。このままでいいと聞こえたが。言葉通りだ。このままでいい。この5枚のカードで勝負する。分かっている。私が聞いているのはお前がそのカードを見てもいないということだ。このままでいい。ふざけるなよ。答えろ。カードも見ずになぜ勝負ができる。坊や、何も心配はない。君は普通に配ってくれればいいんだ。うん。アブドル、頼みがある。頼み？あ、それは分かっているが、なぜカードを見ないんだ。おい、無視するんじゃない。答えろと言ってるんだ、ジョー太郎。残りの2個に加えてアブドルの魂を全部かける。何？ダービー、君はクールな男だ。実に計算された行動をとる。パワーは使わないが真に強い男だ。私の性格は賭け事に向いていない。結構熱くなるタイプだからな。勝負すれば負けるだろう。しかし私はジョー太郎を信じてる。この伏せたままのカードにどんな意味があるかはわからないが、ジョー太郎に賭けてくれと頼まれれば信じて賭けよう。私の魂だろうと何だろうと。こいつはまあ
二人ともあまりの緊張感で頭がおかしくなったようだな。小僧、一枚チェンジと言ったろ。早くよこせ。はい。ダービーさん、あなたの命令通り相手には何も揃わないバラバラの豚のカードを配りました。間違いありません、絶対です。丈太郎は無関係の子供を自分で選んだつもりだろうが、この店だけじゃなく実は視界に入る全員がこのダービーの手下だ。誰に配らせても間違いない。指示通り奴のカードは豚だ。カードも見ずにかけるだとハッタリだ。この私にハッタリなどかましおって降りるとでも思っているのか、この間抜けが。いいだろう、ニコに超えてポルナリフの6個で勝負だ。しかもさらにジョースターの6個を上乗せする。全部で15枚だ。なんだと。ちょっと待て、ジョー太郎にはもうかけるチップがないんだ。ないだってあるじゃないか。何のことだ。まあちょっとした証明のために一筆書いてくれればいいさ。それで私のスタンドは動くことができる。だから何のことだと言ってるんだ。アスワンに入院している華教員の魂があるじゃないか。何？さあビビレうろたえろ。このダービーにハッタリなどかましやがって、そのポーカーフィースをゲドゲドの恐怖面に変えてやる。いいだろう、華教員の魂もかけよう。ジョー太郎、この場にいない者の魂だぞ。勝手すぎるから。おいジョー太郎、今何をした。何をしたって何のことかな。今たばどうした、気分でも悪いのか。いつの間にタバコを。今一瞬スタープラチナが火をつけたような。こいつの自信、まさか私の気づかぬうちにスタープラチナでカードのすり替えを。いや、奴のカードをしっかり見ていた。カードに注意していたから奴のタバコに気づかなかっただけさ。これより強い手はエースの方カードとストレートフラッシュ、そしてジョーカーを1枚含んだ5カードしかないぞ。ジョー太郎のカードは豚だから、奴が手を揃えるとすれば5枚全てすり替えねばならん。いくらスタープラチナが素早いとしても、1枚ならともかく5枚全部をこの私に全く気づかれずにすり替えることができるだろうか。ズバリできるわけがない。5枚全部をこの百戦錬磨のダービーの目に触れずにすり替えられるわけがない。よーし、ジョー太郎、勝負に出てやろうじゃないか。タバコなんぞで無駄なハッタリをしよって。こいつ ジュースまで、いつの間に舐めやがって。いいだろう、勝負だ。私のカード。待ちな、まだ俺の上乗せの権利が済んでないぞ。上乗せだと。もうかけるものが。上乗せするのは俺の母親の魂だ。何？母親だと？ジョー太郎、ホリーさんの魂を。俺はおふくろを助けるためにこのエジプトに来た。だからおふくろは自分の魂をかけられても俺に文句は言わない。だがダービー、お前にもおふくろの魂に見合ったものをかけてもらうぜ。それはてめえにディオのスタンドの秘密を喋ってもらう。こいつは知ってる。この態度、ディオの秘密を知って。しかし喋ればダービーの命はない。裏切り者は殺されてしまう。そこまで自信があるということは絶対勝てるということだな。そう思っていいんだな。そのカードは強いんだな、ジョー太郎。さあ、かけるか降りるか、はっきり言葉に出してもらおう。ダービの爆注して受けて、かけるかけるかける。
この男。緊張で気を失ったな。そしてこいつは心の中で賭けを降りた。負けを認めたからみんなの魂が解放されたというわけか。フォアカード、こいつの手はキングのフォアカードだ。ジョータロー、お前の札は一体何だったんだ。やっぱり豚だ。いくらスタープラチナでもダービーほどの男の目を盗んでのイカ様は不可能だ。ビビらせて下ろす作戦は成功したが豚だったとはな。もし知ってたらゾッとしたぜ。ゾッとしただと。ジョータロー、貴様豚のカードにあそこまでかけたのか。ところで坊主、やっぱりってことはお前俺のカードを知ってたってことか。バックギャモンも楽しいし、作るあれは俺が一番だろうけどせ。おい、ヤガトの場所はどこなんだ。オールドカイロの召喚後だよ。ディオのスタンドの秘密は。この様子ではもう奴からディオの秘密は聞き出せんの。しかし強敵だったぜ。たった一人で俺たち4人を一度に倒そうとしたんだから、大したやつ。館の場所が分かっただけでもよしとするか。何しろ時間がもうないからな。